なんだなんだ。何かしら。すみませんド S さん、クーがいつも妄想してばかりで気づかないうちにド S さんを怒らせてしまっていたんですよね。痴話喧嘩かな。私たちにもありましたね。本当にすみません。どうか嫌いにならないでください。このままトエスさんと離れ離れになってしまうのはクーカ耐えられません。わかるわ。何でもしますから。